ではゲーム終盤からいきましょう。5回の表、村上の好投シーンが続くところ、ここはファインプレーが続きますね。オスナ、ライトへのフライをミエセスがスライディングキャッチです。表情がほころんだという村上頌樹。中野、このプレーはもう圧巻でした。まさか二塁へ投げるとはという、そんなプレーです。忍者のような感じでした。5回の表を抑え切りました。そして6回を抑えると、開幕からの無失点記録、セリーグの記録、三塁審並ぶところ、村上対決、ツーアウト一塁。村上宗隆、三冠王村上から三振を取って吠えた村上頌樹、セリーグタイ記録の31イニング連続無失点となりました。6回の裏、タイガースはチャンス、フォアボールで3つ塁を埋めて佐藤輝明、ここは三振に終わってしまいました。ヤクルト先発吉村が耐えています。7回の表、このシーンがやってきます。バッターサンタナ、午後ソロホームラン、村上の開幕からの連続無失点イニング31でストップをしました。1対0スワローズリード。そして9回の裏、タイガースツーアウトランナー三塁で好調木浪、対するはストッパーの田口、三振で3アウト、試合終了。今日のゲーム1対0、村上頌樹好投報われず、今日は敗戦投手になってしまいました。1対0、今日のゲームはスワローズがタイガースを下しています。